コムネノスは東ローマ帝国の貴族の加盟。1081年から1185年までの東ローマ皇帝を輩出し、コムネノス王朝を形成した。また後の1204年には大コムネノス家がトレビゾンド帝国を建国し、1461年に滅亡するまで統治した。トゥーカス家、アンゲロス家、パレオロゴス家といった著名なビサンツ貴族と、 婚姻関係を持ったため、後期ビサンツ世界において、最も普遍的な加盟の一つとなった。ミカエル・プセルロスによると、コムネノス家の古地はコムネというトラキアの村である。この地は14世紀の皇帝であり、歴史家でもあった、ヨハネス6世カンタクゼノスが、コムネノスの地と呼んでいるところで、現代の歴史学においても、一般的に受け入れられている説である。 歴史上に登場する最初のコムネノス家の人物、マヌエル・エロディコス・コムネノスは、パフラゴニアのカスタモヌに、広大な報道を与えられた。この地は11世紀のコムネノス家の本拠地であり、過剰となった。その後、彼らは小アジアの協力で名誉ある軍事貴族、いわゆるディナトイの一員となった。そのためコムネノス家は、トラキア起源であるにもかかわらず、 東方の家系とみなされるようになった。17世紀の学者、シャルル・ドゥ・フレスネは、コムネノスケは古代ローマのコンスタンティヌス大帝の血筋であるとした。このような古代な血統の殉職は、ドゥーカスケなど、他の例もあるが、コムネノスケについては、ドゥ・フレスネの説の裏付けになるような同時代文献すら、全く存在せず、コムネノスケ自身がそう名乗ったかも怪しい。 ローマ史学者のゲオルゲ・ムルヌは1924年にコムネノスケがアルーマニア人起源であるという説を提示したが現在では否定されている。現代の歴史学者たちはコムネノスケは全くのギリシア人起源であるとみなしている。イサキオス一世イコムネノスはマヌエル・エロティコスコムネノスの息子であり彼からコムネノス王朝が始まった。 彼は、ミカエル6世ストラティオティコスの下で東方のストラトペダルクを務めていたが、1057年にクーデターを起こして定位についた。彼は、様々な改革に着手したが、わずか2年後の1059年に進化に退位させられ、修道像となった。1081年、イサキオス一世のおいである、アレクシオス一世コムネノスが皇帝となった。この時を境として、 それ以前の皇帝を排出してきたスケレロスケやアルギュロスケなどの貴族家系の後衛たちは、それまでの婚姻関係を通じて、ジョージア、ロシア、フランス、ペルシア、イタリア、ドイツ、ポーランド、ブルガリア、ハンガリー、セルビアなどに流出吸収されて消滅していった。このこともコムネノスケが皇帝位を得る助けとなった。コムネノスケは、 以前に皇帝を輩出していたドゥーカス家と頻繁に婚姻関係を結んだ。アレクシオス一世コムネノスは、イサキオス一世、コムネノスの後を継いだコンスタンティノス十世ドゥーカスの娘エレーネー・ドゥーカイナと結婚した。これによりコムネノス家とドゥーカス家が融合し、後のコムネノス家の人物の中には、コムネノス・ドゥーカスあるいは、コムネノ・ドゥーカイという仮名を名乗った者も少なくない。 またコムネノス・ドゥーカスケからは、パレオロゴスや、アンゲロスケ、バタツェスケ、ラスカリスケといった著名な貴族が分岐していった。例えばアンゲロスケは、アレクシオス一世コムネノスとエーレーネーの末娘、テオドラを通じて、コムネノス・ドゥーカスケの血を引き継ぎ、後に皇帝に即位する、血統的根拠とした。テオドラの孫に、イサキオス二世アンゲロスやアレクシオス三世アンゲロスが、いる。 アレクシオス一世、コムネノスコムネノス朝の時代、ビザンツ帝国は栄え安定した。アレクシオス一世は王宮をコンスタンティノープルのブラケルナエ地区に移した。また、アナトリアの大部分をセルジューク朝から奪還し、さらに第一回十字軍を呼び寄せて東方に十字軍国家を作らせることでイスラーム圏に対する防壁を築いた。コムネノス朝は全体を通じて十字軍に、 たびたび介入し、アンティオキア公国やエルサレム王国と婚姻関係を結んだ。例えば、マヌエル一世、コムネノスの名のテオドラコムネナは、エルサレム王ボーダン三世と、孫のマリアコムネナは、アモーリー一世と結婚した。アレクシオス一世は37年にわたって在位し、息子のヨハネス二世コムネノスも姉のアンナコムネナの、陰謀を乗り切り25年間在位した。 その息子マヌエル一世も37年間在位した。ビザンツ帝国の皇位継承にあたっては、決闘よりも個人の力量が重視されたため、たびたび冒険の者が定位についたことにより数多くの皇帝家が小ネノスけから派生した。マヌエル一世の後の小ネノス長は、以前の小王長と同様に陰謀が飛び交い混乱していった。小ネノス朝で初めて未成年のうちに遠くらいした。 アレクシオス2世コムネノスは、わずか3年で、アンドロニコス1世コムネノスに散脱された。そのアンドロニコス1世も2年後に、アンゲロス家のイサキオス2世アンゲロスに打倒され、イサキオス2世も弟のアレクシオス3世アンゲロスに、退位させられ、目を潰された。その後、イサキオス2世とその息子アレクシオス4世アンゲロスが、 第4回十字軍の支援を受けて、権力を取り戻したが、半年で、トゥーカス家を名乗るアレクシオス・ゴセイトゥーカスに殺された。そしてこの皇帝の時代、1204年に、ビザンツ帝国は、再び第4回十字軍の攻撃を受け、一時、滅亡した。コンスタンティノープル陥落の数週間前、コムネノス家の一文家が、高事のパフラゴニアに逃れ、そこから、 国会東部のポントス山無役を口に隠れた。そしてアンドロニコス一世の孫にあたる者が皇帝アレクシオス一世コムネノスを名乗りトレビゾンド帝国を建国した。大コムネノス家として知られるこの皇帝家は1461年まで250年以上に渡りトレビゾンドを支配した。最後の皇帝ダビドコムネノスはオスマン帝国のメフメト二世に敗れ処刑された。 このメフメト2世もまた、ビザンツ皇帝アレクシオス1世、コムネノスの孫ヨハネスセレペスコムネノスの、ひいては、コムネノス家の後営を名乗っていた。また、メフメト3世の時代に、キリスト教徒でありながら、オスマン帝国の定位を請求して、モンテネグロで反乱を起こしたヤフヤーは、トレビゾンド皇帝家の冒険の出であるとされている。また1204年に派生した、別の家系として、 エピロス先生広告を立てたものがある。初代のミカエル一世、コムネノス・ドゥーカスは、ビザンツ皇帝アレクシオス一世、コムネノスのひ孫だった。またこの家系から出た、テッサリアの君主ヨハネス一世・ドゥーカスの、娘ヘレナ・ドゥーカイナ・コムネナが、アテネ公ギオーム一世、ドラ・ロッシュと結婚した。これにより、フランク系国家のアテネ広告、ドラ・ロッシュ家にも、コムネノス家の血統が入ることになった。 マヌエル一世、コムネノスの大いにあたるイサキオスコムネノスは、1184年に、キプロス島で自立して、皇帝を名乗ったが、1191年に、第三回十字軍の途上にあったイングランド王、リチャード一世に敗れて敗され、キプロスは、その後エルサレム王国領となった。二回ア帝国では、アレクシオス三世、アンゲロスのひ孫にあたる、パレオロゴス家のミカエル八世、パレオロゴスが、 ラスカリスケにとって変わり、さらに1261年にコンスタンティノープルを回復してビザンツ帝国を復活させた。それ以降、パレオロゴスケは1453年にオスマン帝国によってコンスタンティノープルが陥落した1453年まで2世紀に渡りビザンツ皇帝位を継承した。コムネノスケの最後の末裔は一般に ヨハネスコムネノス・モリブドスとされている。彼は、オスマン帝国のギリシア人学者、医者で、シュデイやドリストラノフ主教も務め、1719年に死去した。彼は、トレビゾンドの大コムネノス家の子孫を称していたが、この主張はでっち上げである、可能性が高い。1782年、コルシカ島のギリシア人メトリオ・ステファノポリが、フランスをい16から、 トレビゾンド皇帝の末裔であり、後継者であると認める、特許状を発行されている。イサキオス2世アンゲロスの娘イレーネーアンゲリナは、ドイツ王フィリップと結婚した。その子孫を通じて、コムネノスケの血統は、多くの西ヨーロッパの王族や貴族に受け継がれている。ありがとうございます。